皆さん、こんにちは。レイです。今回の動画はアウトサイドインの軌道の最も簡単な直し方を紹介していきます。ボールから目標に対してまっすぐ伸ばした飛球線のラインに対して自分の体の外側からクラブのヘッドが降りてしまうという現象アウトサイドインというふうに言うんですがゴルファーの99.9%はこのアウトサイドインの軌道から ゴルフがスタートします。ボールが飛ばなかったり、あるいはダフリアトップ、上下の打点のミスが出やすかったり、クラブが長くなってきて、特にドライバーなんかだと大きなスライスになってしまう、球筋に大きな影響を与えてしまう、非常に悪い癖というふうにされているんですが、実はこのアウトサイドインの機能、仕組みをしっかり理解してしまえば、直すのめちゃくちゃ簡単です。僕のレッスンにも多くの方が このアウトサイドインの機能に悩まれていて来られるんですが、ほぼすべての方が一コマおおよそ1時間のレッスンで改善されます。今回の動画では実際現場で行っているアウトサイドインを改善していくドリルを皆さんに紹介していきます。イイではまずはじめに、なぜアウトサイドインになってしまうのか あるいはなぜ自己流だとアウトサイドインではなかなか治らないのかということをお話ししていきます。クラブが外から降りてしまうということから多くの方が切り返しかダウンスイングにかけての軌道を外からじゃなくてなんとか内側から入れようというふうに考えてしまうんですが実はこれではアウトサイドインの軌道全く治りません。というのはなぜか というと、アウトサイドインになってしまう原因というのは、こう切り返しの過程で起こるのではなくて、クラブが指導してトップに上がっていく、この過程にあるからですね。これはアウトサイドインの軌道に限ったことではないんですが、ゴルフにおけるスイング中のエラー動作って、そこで 起こっているのではなくて、そのだいぶ前に原因があることがほとんどです。では実際にアウトサイドインではどのようになってしまっているのかというと、まずはボールに対して構えていきましょう。ボールに対して構えた時のこのシャフトのラインを伸ばした線、これをシャフトプレーンというふうに言います。それに対してヘッドから 肩口にかけてまっすぐ伸ばした線。これを方眼プレーン、もしくはショルダープレーンと言います。そうすると、この2本の線の間に空間が発生するんですが、この空間の中にヘッドが動き続けるというのを、スイングプレーン上をクラブのヘッドが動いているという風に言うんですが、これが 正しいスイングの一つの指標になります。ですが、アウトサイドインの軌道になっている方というのは、トップの時のヘッドと手元のポジションが、このスイングプレーンから大きく上方向に外れてしまうんです。このように直接上方向に外れてしまう場合もあれば、クラブがインサイドに引かれて、 スイングプレーン上の下を通りながら、ループ軌道で上に上がっていくというパターンもあります。とにかくトップ、そして切り返しの瞬間に、このスイングプレーン上の上方向にあるという状態は、多くの場合でクラブが外から入る直接的な原因になります。ですので、まずはトップでここの上のポジションにならないように、 スイングプレーン上のこのエリアに手元とヘッドを運んでいくという動作を作る必要があります。今回はこの動作を全部で4ステップのドリルによって行っていきましょう。ではステップ1です。ステップ1ではまずクラブは持たずに直立した状態からスタートしていきましょう。直立した状態から前、習え。 腕をまっすぐ正面に伸ばしたら、このまま体をくるりと回していきます。後方から見ると、前に習えの状態で体をくるり回していきます。この時に腕を横に動かすのではなくて、体全体をしっかり回していきます。ちょうどこの手のひらと手のひらにあるこの空間を目視しながら、顔も一緒に このように横に回してあげると、しっかり体が粘点という状態を作ることができます。そうしましたら、この後で、体を回したら、くるいと。腕を右方向に両腕とも、このように回していきましょう。右の手のひらが上を向き、左の手のひらが下を向くように、必ず同じ関係性を作りながら、くるい というふうに回していきます。気をつけの状態から腕を前にまっすぐ、体を回して腕をくるりという状態。クラブを持たずに直立した状態で行うと非常に単純な動作であるんですが、実は今の動作こそがバックスイングを行うときに最も重要なポイントになるんですね。体の動きと腕の動きを同調させた上で、 体を回していく。そしてその後で腕をこのようにロールさせていく。アームローテーションという形です。パ、ま、つの動作が同時に行うことができないと正しいポジションにクラブを運ぶことはできません。ステップ2では今の状態をクラブを持って行っていきましょう。気をつけの状態からクラブをまっすぐ。 腕を伸ばした状態で構えて、体を回して、腕をくるりと回していきます。そうすると、クラブヘッドは自分の体よりもかなり後方に運ばれていきました。この後方に運ばれるということが非常に重要な動作になってくるんですね。もう一度、構えて、体を 横に回して腕をくるい。そうしましたら、ステップ3に進んでいきます。ステップ3ではもう一度クラブを置いて、今度は肩幅ぐらいスタンスの幅を広げたら骨盤から前傾を行って、先ほどと同じように腕をまっすぐ伸ばしていきます。後方から見ると、このような形ですね。 このまま先ほどのステップ1と同じ動作を行っていきましょう。体を回す。そうすると前傾がされていますので、下方向にあった手元は前傾角によって上方向に運ばれていきます。手元が斜めに動いている形を作ることができます。この体の回転によって手元が斜めに 動くことによって先ほど説明した2本の線から作られるスイングプレーン上を動く形を作ることができます腕と体が同調されて回転が行われることによってそのような動きになっていくんですではステップ3をもう一度まずは直立状態からスタンスの幅を広げて膝を曲げて骨盤から 前傾していきます。腕をまっすぐ、気をつけの状態、作ったら、体を回して、腕を首と回していきます。非常に簡単な動作ですよね。今度はこの動作、クラブを持って行っていきましょう。ステップ4では、ステップ3の動作を、クラブを持ちながら行って、最後にもう一つアクションを加えて、実際にボールを打っていきます。 まずは先ほどのステップ3の動作、繰り返していきましょう。アドレスを正しく作ったら、この状態で体をくるりと回していきます。ヘッドが重たいので、しっかりヘッドを持ち上げながら体を回していくという意識が必要です。ヘッドの重みに引っ張られてしまうと、このようにヘッドが垂れ下がる形になります。 この垂れ下がる動きこそが、スイングプレーンの下方向にヘッドが運ばれてしまって、左回りの逆ループを作って、ヘッドが上方向に運ばれてしまう原因を作ってしまいます。体をしっかり回していく動作。ヘッドが上方向に留まっていますよね。これを前傾の姿勢を保ちながら、体を 回しながらヘッドも同時に持ち上げていく。胸の前に常にヘッドがある状態。これを作ってください。そうしましたら、ここから腕をくるり。腕をくるり。右の手のひらが天井を向くようなイメージで、くるりと回していきます。先ほどのステップ3までは、ここまでの動作でしたね。ここからステップ4では、もう一段階、体をしっかり粘点させて、トップを作っていきます。 ここまでできたら、あとはクラブを下ろしてボールを打つだけです。体の回転でヘッドが背中側に、かなりボールから遠い位置に運ばれていきましたので、どんな動きであっても必ずクラブはインサイドからしか入れなくなります。これが手元が上方向に上がって、ヘッドも上方向に上がってしまうと、ボールからヘッドまでの距離が 非常に短くなってしまいますので、クラブをインサイドから入れるためには、かなり不自然な動作をしないと入れることができないんです。クラブが何をやってもインサイドから降りないようにヘッドをしっかり背中側に回していく。これこそがクラブが外から入らないようにしていくための最も簡単な方法になっていきます。実際にボールも打っていきましょう。 まずはしっかり正しい構えを作ったら、体を回して腕をくるり、もう少し捻点を加えてボールを打っていきます。この時におそらくほとんどの場合でこのようにうまく当たらないと思います。うまく当たらなくて大丈夫です。少し話を脱線させますが、レッスンを受けている方と自己流で行っている方、上達の度合いが 大きく異なりますよね。もちろん、レッスンに行けば、正しい動作を的確に教えてもらえるということがあるから、上達が早いということもあるんですが、一番は、今のように、ドリルを行ったり、体の動きを作った時に、ボールがどっか変な方を飛んでたとしても、それは大丈夫だよというふうに、すぐ近くで励ましてくれるからですね。そうすることによって、 教わっている生徒さんは、自分の体の動きだけに集中して行うことができる。自己流で行っていると、なんだかいい球が出なくて、ミッショットばかりだと、その動きが正しいかどうかというのはわからないですよね。そのことから、ついつい打ちやすいいつもの動きになってしまって、そこそこいい球が出てしまって、それで満足して終わってしまうんです。 非常に大事なことなんで繰り返し言いますが、スイングを作っている最中というのは、基本的には良い球というのは出ません。良い球がもし出たとしたら、僕であったら正しい動きができていないんだな、今まで通り打ちやすい打ち方をしているんだな、というふうに考えて、しっかり体のイメージをいま一度確認しながら、丁寧に行うようにしています。今回の動画で言うと、大事なことは、 構えた時のこの2本のラインに対してヘッドが正しくスイング、プレーン上を通りながらなおかつインサイドからインパクトできていることそれが正しく行われていればその日の練習は大成功ということになります正しい動作はこのような細切れの動きではないので 体の動きや仕組みを正しく理解することができたら少しずつその動作をスムーズに行ってスムーズな動きで行うことができればシャフトは適切にしなりそしてリズムよくスイングを行うことができますので必然的にいいショットの割合が増えていきます焦らずに一つ一つの動作を丁寧に行っていけば アウトサイドインの軌道は本当に1日1週間1ヶ月のかなり短いスパンで直すことができます。自分の動きが正しく行われているかわからないという方であれば後方からカメラで撮影するなどして実際に行われているドリル、そしてそのドリルを元にしたスイングが正しく行われているのかヘッドが背中側に正しく回っているのかということを確認しながら行ってみてください。 体の回転と腕とクラブの同調をしっかり前傾の通りに行ってヘッドを背中側に回していく回していく。 それでは今回の動画は以上になります。ご質問、ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。